寺師園児は愛知県名古屋市東区東桜二丁目にある日蓮州の寺院。三号は明朝山。別名、御堂寺師園児。旧本山は大本山本国寺、むしろ社方園。境内には明治24年の農美地震と大正12年の関東大震災の供養費がある。下津村に明朝にが混流した草案が起源である。応仁の乱で、 始物の山田義長が京都で戦死したため、文明十年に、この山田長近が、父の母大供養のため弟の比叡を解散として、北家大木道を建立した。大英元年、祖子蔵名があるが安置された。京六四年、久遠院筆賃が祖子堂と釈迦堂を建立して、青炎山明朝寺とこうした。天正十一年に、織田信夫が立ち寄り、 父の織田信長にちなみ明朝父寺と会合した。天正十四年、清洲城下に移転した。慶長十五年の清洲越しで名古屋市東区に移り苗町寺に事号を服した。上皇三年に事号を寺市園寺に会合し、引くも院犠生が祖織堂を再建した。京方十八年に徳川宗春より、葵の古門の使用を許可され、老門の柱、鴨居、京箱などに、 青いもんが付けられる。嘉永6年に、祖師堂より出荷し、本堂、祖師堂、栗、書院、玄関を消失し、安政2年までに、本堂、祖師堂、栗が、明治19年に首脳が再建された。しかし、明治24年の農美地震で大破死後に修復された。昭和34年伊勢湾台風で、祖師堂が倒壊した。ありがとうございます。